はい、皆さんこんにちは。ただいまね、奥多摩湖に来ております。そしてやってきたのが奥多摩湖のダムカレー、小川内ダムカレーであったのかな。せーので、ね、ドンとこんな感じです。はい、来ました。はい面白いね。これ今ね、多分ね、我々いるのが多分これになるのかな。そうだね。こうダムの、これがあれ、なんだっけ、さっき乗ったドラム缶橋、はい、で、船と、で、こうダム、ブブーン。毎度毎度思う、ダムカレーってほんと面白いよね。こんな感じで、では、いただきますか。保留できるかな。いきますよ。え、保留、え、そうなの。あ、そういうことか。はい、では豪快に。いただきます。うん、ちなみにこの隣に父ちゃんが頼みました、いわゆる普通のカレー、はい、味比べお願いします。じゃあまずダムカレー、ダムカレーのカレー、辛さはどんな感じ？あんまり辛くない。そんな辛くない。甘いけどピッと消えてる感じ。いや普通のこれ、そう、はい、いきますね。はい、これそっちがダムだったらこっちは普通の海岸線って感じだね。そうだね、いただきます。全然違う。え、違う？うん、ちょっと違う。あ、そうなの？うん。え、すげえ、どう違う？こっちの方がね、酸味が強くて、うん、牛肉の香りっていうか、出汁が染みてる。ビーフカレー、うん、うん、こっちは？こっちはね、なんていうんだろう、甘くて食べやすく。実は手が込んでいるダムカレーでした、はい、これね、カレーが全く同じってオチになるかなと思ったんだけど、すごい、うん、よかったら皆さんぜひお近くに来た時には食べてみてください、はい、ダムカレーでした。ありがとうございました。どうぞ。うん、この後まだまだ峠を走ります。はい。